さんこんにちは、このビデオでは、私のドリパ系 RWD を紹介したいと思いますので、もしドリパ系を肉にしたい方がいましたら、このビデオが参考になればいいと思いますので、まあ、ぜひ、見てください。それではまずは必要な部品から紹介します。ラップアップの、ワイヤーアーム、これですね。まあ、他のメーカーから出てますけど、いろんな、似たような製品が出てますけど、私は、ラップアップのバージョン1を使ってます。あとこのスペーサーなんですけど、この中に出るスペーサー、これはミクニの、14mm のスペーサーを使ってます。あとこちらの C タイプ用の、ショックタワーですね。品番は SD017C です。まあ、リアのショックタワーは普通のノーマルを使ってます。あとナックルです。これは MST のナックルです。品番は210008です。で、ナロースクラブです。あとここにつけるアッパーアームマウントです。これはオプションナンバーワンですけど、ヨコモではあの SD300C という品番、タイプ C 用。次はこれです。こちらはドリフトプラスタイプ C 用のアッパー A アームです。ここにつけるものです。今ちょっと違うメーカーのオプションナンバーワンがついてますけど、まあ、これがヨコモの純正の部品です。このピンも必要になります。この中に入れる、この中に通すピンです。品番は、ヨコモ SD009U です。あとこれですね、 A アームロッドエンド、品番は SD008RC です。上と下同じものを使ってます。ヨコモのタイプ C キングピンボール、このボールですね。品番は SD414KBC です。ジャイロなんですけど、私はこの KDS800 を使ってます。これは、ラジコンヘリのジャイロなんですけど、ただしあの、レシーバーとか、サーボとの相性がいろいろあって、まあ、一番簡単で楽なのはラップアップの、滑り止めというジャイロが、いいと思います。次はこのステアリングワイパーの延長ですね。ここの一番先っぽのネジから、このネジの穴からここまで、11ミリ延長されています。延長プレートつけると、ここのアッパーアームにタンバクルが当たりそうになりますので、ステアリングワイパーを右と左を逆さにしてこう、交換してください。そうするとここがもっと下がりますので、でここで、余裕のスペースができます。それではセッティングへ行きましょう。ナックルのこのボールの位置なんですけど、上の方ボールは内側で、下の方はスロー側で、ここ当たらないようにちょっと削りました。で、ワイヤームのダンパの、位置はここです。1個とか、まあ、2番目ですね。まあ、上は一番外側です。ナックルのベアリングなんですけど、ドリパ系のベアリングそのまま使います。ここにあの、まあ、外側にはまあ普通のドリパ系のナックルのベアリングで、内側はあの2つつけます。2個、ベアリング2個。1つはあのデフ用のベアリング、このデフのこのでっかいベアリングをあの外側で、でこの中にあの普通のナックルのドリパケのナックルのベアリングを内側に入れます。で、フロント用のユニバーサルのシャフト抜いて、で後世の1ミリのスペーサー、
内径は6ミリのスペーサーなんですけど、ここに入れて、でちょうど合いますので、これで使います。よくも純正のナックルのベアリング、これにこのナックルに入れるとちょっと内側に入りすぎちゃうので、紙ヤスリでこの樹脂のナックル、 MST のナックルをこう削ってあげれば、まあ、ベアリングがちょっとこうむき出しになって、タイヤの周りが渋くなりませんので、削ってください。フロントタイヤにおすすめなのはストリートジャムミディアムが一番いいと思います。リアタイヤには今まで4駆に使ってたタイヤを使うと全く前に出ないので、まあ、ややグリップの高めのタイヤにした方がいいと思います。今リアに入っているのは神奈川にあるオアフサーキットのカーペット用のオリジナルタイヤ、オアフのオリジナルタイヤを使ってますけど、まあ、これ手に入らなかったら、ストリートジャムじゃなくてベルテックスの VDR02 が結構人気があります。アンプはホブウィングのターボとブーストついてるアンプです。で、サーボは5000円の軽量プロポのサーボですね。フロントのホイールはオフセット3で、リアは8使ってます。切れ角とアッカーマンはこんな感じですね。良くないのはこう切った時にこっち側が切れすぎて、こっちが、内側にこう入ってるとあまり良くない。ちょっとこっちが外側に出てても大丈夫です。フロントのトーは大体ゼロですね。リアもトーゼロです。リアタンバックルは一番内側で一番下の穴で、でこっちは、一番外側につけてます。中のギアは純正のプラスチックのギア使ってます。車高は大体5ミリです。フロントリバウンドはこれぐらい。リアのリバウンドはこんな感じです。モーターは普段一番使うのはこの 10.5 です。今は 13.5 入ってます。スパーは71で、ピニオンは23です。ギア比は 7.264 です。このリアディフューザーはイーグルレーシングのものです。これでだいたい 40g あります。リアスプリングは風間スーパーソフト、フロントスプリングはテックレーシングのツーリングのミディアムを使ってます。フロントのダンパーオイルはヨコモの、400です。エリアは500番。フロントキャンバーは4度です。エリアは3度。キャスター測れないので、まあ測るもの持ってないので、まあだいたいこんな感じです。アッカーマン調整するために、この下の部分にタンバックル入れる必要があります。でこの穴が2.8 ですので、このドリルで3ミリに広げないと普通の芋ネジとか普通のタンバックルが入ります、ボールエンドが入りませんので、ドリルで3ミリにしてください。こうなってます。上と下にボールがあって、でステアリングはここからサーボに長いタンバックルでつなげてます。ちなみに、私のドリバケのここの穴の中心からここの穴の中心までの距離が48ミリでした。
フロントギアボックスの中に 70g の重りを入れてます。バッテリーはヨコモの 4000mAh リポ 30C です。今自分のドリパケのタンバックルのサイズ、ここのアッパーアームは 25mm で、ステアリングのところは 16mm、 リアは 35mm です。ここのサーボのところのは 45mm で、この下27。ボディはヨコモのチームトヨの Y です。以上です。何か忘れてたらごめんなさい。それではさようなら。